テスコココの島上にあるテノチティトランの俯瞰図市内の創造図テノチティトランの市場の模型アステカ文字表記テノチティトランはかつてのアステカの首都。最盛期には人口は約30万人であったと伝えられる。テスコココの島上に建設された。現在のメキシコシティに相当する。テノチティトランはナワトル語で石のように硬いサボッテンを意味する。16世紀初頭。 スペイン人のコンキスタドール、エルナン・コルテスによって、アステカが征服された後、1520年代に破壊された。コルテスは、植民地、ヌエヴァ・エスパニョラの首都、現在のメキシコシティを、テノチティトランの廃墟の上に建て、その別名メシコをもって、新しい都市の名とした。現在、テスコココはほとんど埋め立てによって消失している。テスココココ岸には、 様々な民族がトライしたが、いずれも長くは居住しなかった。テスココ湖周辺への本格的な定住は、アステカ民族によって始まる。メキシコの国衝アステカ人は、ウィツイロポチトリの神託に従って、テノチキトランに移住した。この伝説は、アステカ人が新しいとを築くべき地は、蛇を加えた和紙が、サボテンにとまっている地であるという神官の予言であった。 ちなみにこの伝説内誌部族の予言は、今日のメキシコの国旗の中央にも描かれている国章のデザインにもなっている。テスコ国の商択地に覆われた島がその場所であるという啓示を得た時、アステカ人は建設の困難にひるまず、商択地を観拓することを始めた。観拓によって十分に乾いた土地が得られた後、1325年手のチティトランが建設された。 アステカ帝国の発展に伴って、テノチティトランはメソアメリカで最大の都市となった。テノチティトランの交易圏はメキシコ湾沿岸、太平洋沿岸、またおそらくはインカ帝国まで及んだ。テノチティトランは湖の湖岸といくつかの橋で結ばれていた。都市には多くの水路が築かれ、橋が渡されて、都市のすべての場所は徒歩でもカヌーでも訪れることができた。 皇帝アビチョトルの地政下、ある洪水の後、メソアメリカにおける最も壮麗な様式を用いた都市が再建された。コルテスがテノチティトランを訪れたのは1519年11月8日である。この時テノチティトランは20万人から30万人の人口を持ち、同時代のパリやコンスタンティノポリスと並ぶ世界有数の規模であったと考えられている。この時コルテスは神。 ケツアルコアトルの再来と信じられたため、ほとんど抵抗なくこの都市を征服することができた。コンキスタドーレスの中には、ベネツィアやコンスタンティノポリスを訪れたことがある者も、いたが、今まで訪れた都市の中では、テノチティトランが、最も素晴らしいとみな証言している。神殿遺跡、テンプロマイオール数ヶ月にわたる、抵抗の後、コルテスが部下と共に、 テノチキトランを征服したのは1521年8月13日である。町は完全に破壊され、切り出した石材を使ってその上にメキシコシティが築かれた。1913年、ソカロ広場から神殿の一部が発見されて掘り起こされ、野外博物館となっている。また、1978年にも神殿の跡地が発掘されて、テンプロマヨールと命名され、 同様に博物館となっている。しかし、都心なのでこれ以上の発掘は望めないのが現状である。ありがとうございます。